こんにちは、3人と3匹のシンプルライフ、さちまるです。皆さんは収納するときにボックス使いますか？私は家のいろいろな場所に使っています。種類ごとに分類したり、細々としたものをまとめておいたりと、片付けやすさやすっきりと見せるために必須ですよね。そんな収納ボックスで長い間悩んでいることがあります。それがこちらの衣装ケースです。ケースの手前には使う頻度の高いもの、奥側にはシーズンオフのもの、頻度の低いものが入っています。分類別に収納ボックスに入れてありますが、使いにくいです。衣装ケースの幅とボックスが合っていないので、デッドスペースが生まれてしまい、もったいないです。引き出すたびにボックスが動いてしまったり、ケースに入りきらず外に出てしまっているものも。無印良品のファイルボックスもあれば、100円均一で購入したボックスを使ってみたり、種類の違うものがあったりと、ちぐはぐな収納になっています。どれもとりあえず手元にあったボックスをと使ってしまったもので、これがそのまま定位置になってしまいました。長い間悩んできましたが、この収納方法で全て解決しました。それがこちら、お店等でよく見かける商品を仕切るための板です。自分の好きな大きさで仕切ることができ、透明なので存在感もないところが嬉しいポイントです。いろいろな大きさが販売されていますので、サイズ選びに困ることもありませんでした。板だけでは動いてしまうので、100円均一でジェル状の両面テープも購入しました。こちらは切ったり剥離紙を取るのが少し難しいですが、小さな凹凸も気にせず貼ることができ、何度も貼り直しできる点も嬉しいです。早速設置してみます。仕切り板の両端に両面テープをつけて、衣装ケースに貼り付けました。貼り付ける位置を変えれば、収納の大きさを変えることができます。私は奥行きのある衣装ケースを使用しているので、 T 字に貼り付け、手前と奥で仕切れるようにしてみました。私は衣装ケースの幅に合わせて、幅32センチ、高さ10センチの仕切り板を使用しました。収納スペースが広くなったことで、畳まずポイポイ収納も可能になりましたが、もう少し高さがあっても良かったかもしれません。仕切り板は子供が取ろうと力いっぱい引っ張ったり動かそうとしましたが、行くともしませんでした。ただボックスよりも厚みがあるわけではないので、強い力が加わると破損する可能性もあるので、注意したいところですね。設置が完了しました。前面に白い紙を挟み、中身が見えないようにしました。ボックスを使っていた時よりも収納量が増え、見た目もかなりすっきりしました。私の求めていた収納ができ、大満足です。収納したいものや場所によって収納方法を変えるのは大切で、大きいもの、大きな場所に収納するときは仕切り板が汎用性があり便利かもしれませんね。今回は8個のボックスが不要となりました。長い間悩んできた収納場所でしたので、予想以上にすっきりとできたので大満足です。この動画が皆さんの参考になれたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。